49度北49度線北、アメリカにおける北49度線北49度線は地球の赤道面より北に、チリードにして49度の角度をなす位線。ヨーロッパ、アジア、太平洋、北、アメリカ、大西洋を通過する。この井戸の下では、下手展示の過小時間は16時間12分で、当時展示は8時間14分である。パリは、 北緯49度線から南に約1 5トルのところにあり、北緯48度線と北緯49度線の間で最も大きな都市である。パリの玄関口の一つであるシャルルド・ゴール国際空港は北緯49度線上にある。北、アメリカでは太平洋岸のジョージア海峡からウッズコまでの北緯49度線がカナダ・アメリカ合衆国国境となっている。 この国境はイギリスとアメリカの間で結ばれた1818 18年条約と1846年のオレゴン条約によって確定した。北斐49度線は本州四五線から東に向かって以下の場所を通っている。平和のアーチ北斐49度線上にある一般的な国境表、ワシントン州ブレインとブリティッシュコロンビア州サレーの境界を示す。 ウォータートンコの北緯49度線。北緯49度線の周辺だけ木を切って、国境線を表示している。カールスルーへの北緯49度線、モニュメントイギリス陸地測量局ナショナルグリッドは、北緯49度00分00秒整形2度00分00秒、北緯49.0000度整形2.000度 49.、49.000マイナス2.000。 地点を原点としている。ありがとうございます。